ロフォックストロット、最後はニンクラ組です。はい、いつも安定感がありまして、あのミスの少ないカップルという印象があります。ホールドも綺麗ですね。はい、はい、もう少しですね、動きが、シフトするというか移動すると彼の良さがもっと出るのではないかと思うんですけれども、まあ、どちらにしてもその美しいシュートと、そしてミスのない、安定感、ここら辺が彼の魅力じゃないですかね。ちょっと今女性のフットワーク、ノーフライズがしてなかったように思う。ノーフットライズって、はい、ノーフットライズと言いますのは、交代するときにですね、はい、ヒールが床から離れないまま交代しなければいけないんですね。つま先だけでかかとが上がってしまうとフットライズになってしまうので、スロープスロットの特徴でもあるアクションなので、そこら辺が進まなくなっている原因の一つかもしれないですね。この辺のプロフォークスロットが終了いたしました。